うっすーす。今日はスーパーマリオ 3D ワールドやっていきます。おー、なんとどうしたマリオ、急にどうしたマリオ、はしゃぐれマリオ、つけマリオ、どうしたマリオ。これあれじゃね、あのスーパーマリオサンシャインでちょっと何言ってわかんないんでカットします。バイバイ。さあやっていこうか。とりあえず操作を覚えたいなと思います。見渡すとうん、ずいぶんとあれだね、荒れ地だね。マリオめっちゃすごい絵が綺麗だね。さすが最新のゲーム。いや俺このゲーム買うの結構抵抗あったんだよね。結構ピクミン3も終わってないし、結構終わってないゲームを、リングフィットアドベンチャーも最近やってないから、ちょっと終わってないゲームがたくさんあるのに新しいゲーム買っちゃったんですけど、まあやね、どうせ楽しいからね、やっていこうかな。ちょっとビビったぞベイビー。よしよしよし、とりあえず進んでいこう。おいおい、どうしたどうした、やるじゃん、やるよやるよやるやんけ。これは隕石だね。よっしゃ、避けるわ。これ登れんの。おいおいおい、バやばい、面白いな。もう何もしてねえの、面白い。何、こっちか。ありがとう。コインに辿っていこうかなと思います。よしよし、いいねいいね、調子いいね。俺ゲームうまいね、今日ゲームうまいよ、今日ゲームうまいよ。おい、クッパ怖いな。今までなんかクッパ怖くない？一番強そう、歴代のクッパで一番強そうだね。いや皆さんすいませんね、5日間か6日間ぐらい動画配信してなかったね。ちょっとね、ランニングの方に力入れててね、結構あんまりゲームしてなかったんだよね。申し訳ございません。私の動画を楽しみにしていたね、チャンネル登録者24名の方、誠に本当に申し訳ございません。あれ、随分とあれだね、平和な雰囲気になったね。やっていこうか。クリボーいる、クリボー左下にクリボーいます。私クリボーンでめちゃめちゃ早く気づくんだよね。よし、やっていく。あ、どうして、ああ、よしよしよし。ヘルプ、今助けるぜ、待ってて、今行くよ。オッケー。うわー、はい。おお、マリオいい着地だぜ。64年前だったら死んでたね。どうしたんだよ、どうした、チックッパジュニア。ふむふむふむ、なるほど、クッパがいると追いかけすると。下手すぎ。ミニクッパ、ちょっと下手すぎじゃねえ、私より下手んじゃないの。なるほどなるほど、お父さんがおかしくなったら助けてほしいかもしれない。いや素直になれってとクッパ中に伝えたようだ。そうかそうか、うん、いつもなお前な、俺の敵だからな、うん。どうしたどうした、自分じゃお父さんはどうにもできなかったんだ。そうだろうなとクッパ中に伝えたようだ。本当かお前、よし俺にあれまだ、うんうん、そんな顔された、マリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど助けてよ。素直になってくれよ、だからとクッパジュニア伝えたいようだと。うんうむ、よし俺に任せとけ、任せろよ、俺に任せとけよ。俺クッパなんか俺がボロボロ限定にしてやるよ、おめえのお父さんだけどな。クッパジュニアが仲間になった。クッパジュニアと一緒にやるんだね。クッパジュニアのお達しが使えるようになりますと。どうしよう、クッパジュニアを助けてすごく助ける、何もしない、まあまあ何もしなくていいよ。クッパジュニアが何もしないでいてくれますと。何、クッパジュニアが何もしないでいてくれますって、何も足でまたいすぎて何もしてくれないのかな。どれくらいお助けをしてもらうかプラスミニューラララーす。さらにもう一度アドバイス、コントローラーを押しすればマリオとクッパジュニアがそれぞれ操作することができますと。 あれだね、二人やるときだね。お前やっぱあれだわ、みんなちょっと助けてもらった方がどんな感じになるか見たいでしょ。どうやってオプションになる、多分こういうのは。じゃあまあまあ出せる、まあ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 出してくれ。他のね実況者さんの配信見てないんですよ、だからね本当に全部初見だね。しっかりとやっていきたいなと思います。シシシシ、おお走れる、なるほど。おお俺みたいだって、ランニングマリオ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 、結構初見から難しいね。これどうやってやんの、これでいいの。まあいいや、コインいらんねえし別に、俺どうせダメージ一回も効かずにクリアしちゃうから、こういうの。よしよし、いいね、なんか平和なステージ、ワイヤーさっき覚えたよ。まあ俺です、こっちの方が早くね。まあいいや、ぐるぐるスペシャルね、オッケー。危ねえ危ねえ、いや見てなかった。おお、なんかいいね、カメラ目線がとてもいいわ。おお、よく今ノーダブルきたな、これ。あなんか食らっちゃうんだ、あっ死ぬなっちゃった。うわかわいいなこのマリオ。かわいい、回復したい回復したい回復したい、多分ここに回復があるはず、俺の流れの経験によれば。やったぜ、かわいい猫マリオだ、かわいくない、
おお、ステッキシェー。わ、マリオかわいいな、このマリオ、このマリオかわいすぎスペシャル、マジで。なんだいこれは。あ、これは集めてくんだね、任して。かえて東大の猫社員だね。ディズニーランドの音楽みたいだね。皆さん、夢と魔法の世界へようこそ。お、これはギガベル。怪物が現れた時、ギガベルを目覚めると聞いたことあるぞ。でもこんな絵の具のマベリじゃ無理だ。猫社員を集めればベトベト落とせるかも。任して。とくっぱちで伝えると、まあ、なかなかいいアドバイスくれんじゃん。とりあえずあれだね。あ、これが出したのだ。もう、おならした今、マリオおならした。とりあえずギガベル集めようかなと思います。あっちかな、多分。おお、マリオめっちゃおならするやん。大丈夫。あ、かわいいな、この猫マリオ。この前猫の日だったね。どどもいっか。おい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 、ちょっとうるさい、黙るわ。はい。うわ、これ面白いね。はい、よしよし。なんでなんで、帰ってこい俺。これどうやって出すんですか。踏めばいいの。スキップ。あ、帰ってこい俺、帰ってこい俺。何、なるほど、邪魔してくんだね。さっきのやつ見ればよかった。落とせばいいのかな、これ。おら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 、ダブルダブルクラッシュリックパッチ、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 ダブルクラッシュリックパッチ。うわあ、ごめんなさい、やばいやばい、ノーマルマリオになった、ノーマルザコマリオになっちまった。あ、効かないんだダメージ。あ、ジャンプ、おい、やべ、てこてこ、ごめん、ちょっと難しいわ。ちょっと本気でやろうかなと思います。おらや、そんなもんかよ。はい、バスケ、私あれ取ればいいんだね。ジャンプして、よしよし、面白いな、これ。マジ面白い、このゲーム。猫ドンケツすべて落とせ。よっしゃ。BGM がマジでかっこいい、今回。ブブハリーチューブ。すいません、ちょっと。あんまりネタのネタパクると怒られそうなのでやめようかなと思います。こっちかな。猫マリオが欲しいです。猫マリオが、猫マリオ、おい、ファイヤーマリオじゃん、素敵。おいおいおい、これテンション上がるぜ。あっち行ってみようか。危ねえ、おー、危ねえ危ねえ危ねえ。こっち行ってみたいね、ちょっと。おー、入るんだ。これはこれ、東大からちょっとしたお知らせです。猫社員の会計で絵の具の汚れを落とせます。知ってるよ。でも猫社員は気まぐれで、見つかるときは他の島を探してみましょう。東大のある島が怪しいので、ぜひ高いところを見回してみてください。なるほど、あ、こっから目当たせバーガーって話ね。なるほどなるほど、あそこに灯台あるね。あそこと、どこの灯台って言ったか忘れちゃったな。とりあえずあそこ行こうかなと思います。お、危ねえ、さすが俺、いないした口。僕の前だったら死んでたね。あそこ行きたいな。え、でも汚ねえな、あそこ。あそこマジ汚なくね。まだ行けないんだろうな、そこは。あそこ行こうか、じゃあ。あれ、来てやったよ、来てやったよ。もう一個取ってほしいんだね、任せて。何、壊せるよ、とりあえずこの上行こうかなと思います。よし、あー、ちょっと下手くそ。おお、よく気づいたな俺今の。これ何、え、すげえ面白い。おお、え、どういうこと。あ、そういうことね。あぶれ、火事で、ね、ちょっと難しいな今回のマリオ。ちょいけないんだけど、いけないんだけど、いけないんだけど。お前、簡単でした、なんでもないです。こっ、さっき、どっ、あれ、これ、ただたり戻ってね。あ、あそこか。オッケー。これ余裕よ。これ余裕よ。俺にとっちゃ余裕よ、こんなの。余裕余裕。待機待機待機。めっちゃマリオおならするやん。今回のマリオめっちゃおならするね。ちょっとそこが難点かな。ここさっきやったっけ？あ、やってねえよ。こうやってねえわ。おお、なるほど。ジャンプしろと、任して。あの輪っか取ろうかなと思います。はい。コインかい。じゃあいや。コインかい。じゃあいや。おら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 、空中ヒットロップロラ。なるほど、そういう感じね。またしたら、おらおらおら、あ、やるやん、やるやん、やばいやばいやばい。あ、やった、これはやばいよ。やばいよ、無敵と無敵スペシャル、ほんとに。こがってくる、無敵になったと。これでじゃね、終わっちゃったし。
こっちか。こっちなんかあったか。まあいいや。おら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 。面白いな、このマリオマジで。これは長く続けられそうだぜ。ペキュミスリー面白いんだけどね。これ何？クッパジュラに頼む。おって頼む、ね。コントローラー傾いてポインター操作だって。ポインター操作？どっちやろ？あ、ほんとだ。おいおい、どうした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 で、おお、お前めっちゃ使えるやん。へえ、すごい。あ、左下見てくれるさ、皆さん。貯められるんだね、取ったアイテムは。説明できてます？まあいいや。おーおーおお、いった。すぐ回復する男。やばい、こいつは強い、こいつは強い。やべ、こいつは強い。吸い込んでコピーしたい。あ、やべ、あ、やべ、もうこいつは強い。吸い込んでコピーするのカービィでは何言ってんの？ちょっと黙るわ。ノーマルマリオが一番強くね？ノーマルマリオが一番強く出てるの、俺の中で。俺は常にノーマルの男。は、器用貧乏、そんなは旬。あれ、どこにあるんだろう？ないんだけど。この上かな？あ、なるほど、こっち行けんだね。面白いな、マジで面白い。これ売れるよ。これ売れるんじゃないですか、皆さん。まあ、このゲームって発売してもう2週間ぐらい経ってるけど。ほら、ほら、ほら、おい、なんだ、なんだ、なんだ。よしよし、うますぎますぎ。どこ見てんだよ、そんなもんかよ。弱すぎだろこいつら。この上行くと有名なマリオあんま強くないね。よし、おお、やっぱ強えわ。ピットロップじゃなくてよくね、別に。あ、これは何だろう。あ、なるほどね。はい、またしたな。ほらよ、俺が来たぜ。よし、ゲットしたぜ。帰って東大の猫社員と。よし、ここは取って今日のゲーム終わりにしようかな。あと何個？あと2個か。わあ、さっき開けたとこだね。よしよしよし、どんどん進んできたわ。もう東大乗る暇もないね。お、これいけんじゃね、ワンちゃん。ファイナルジャンプスペシャル。うおおおお、ビビった、マジビビった、普通にビビった。いや、なん、出たはずの。これで倒せんの？おい、おい、クッパジュラがこうなってる。任して、俺がついてるよ。うおおお、ちょっと待って、水もごろうかなと思います。お、やばいやばい、ちょっと強い。クッパジュラ、安心して、俺がついてる。バイオハザードファイヤー。どうやって倒すんですか？あ、ここに分かりました。ここに火の玉当てるんで、多分。絶対、全然違ったわ。ちょっと倒し方が分かんないなぁ。あ、猫マリオが必要っぽいですね。やべ、ちょっと待って、クッパ、そこにいて、そこにいて、動かないで、そこにいてね。やばい、ちょっと、青くんすべて集める。急にちょっとミッション変えないでよ。うわ、うおやばい、今回、うわ、やばい、クッパ強っ。やばい、どうしよう。耐えればよかったの？違うよね。あー、ちっちゃいよね。どうやって倒せばいいの、あいつ。今んとこもう一回行ったらさ、クッパ出てくんのかな。ちょっとやってみようか。あそこに近づいたらクッパ出てくんのかな。あ、時間で出てくんじゃない、多分。たまたまじゃない、俺が出てきたな、多分。あ、たまたまだね。時間によってクッパ出てくる時間変わってくるんだね。怖いね。とりあえず猫マリオだね。絶対あれ猫マリオ必要でしょ。猫マリオ持ってきます。猫マリオください。猫マリオください。猫マリオどこで手に入るんだろう。くっそー、さっきなー、なくしちゃったからな。どうしよう、困ったな、困ったぞ、普通に困ったな。あれ取れないの、これ登れないの、これ。あ、登れたわ。これ猫マリオ、あ、全然違う。カットしようかな、バイバイ。おい、てめえら、猫よくせ、おら猫よくせ、おら猫よくせ、おら、おろ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 、投げる。ごめんなさい、本当にごめんなさい。あ、これみんな殺せばいいの、これみんな殺したら猫でもらえるのかな。あ、戻ってるわ。かわいいな、かわいいな、こいつ結構。どうすればいいんだろう、もういらない。
お、なんか出てきたぞ。急げばいいのかな、これ。うわ、マジかよ。時間出てねえな。私、下手すぎ。私、下手すぎ。私、下手すぎ。まだ間に合う。自分は、俺は自分を信じてる。もういけなくね。え、これ出ていくの？え、出ていくのこれ。あ、わかったわかったわかりました。20秒ね、任して。余裕よ。20秒あるこっちのもんよ。俺誰だと思ってんだよ。任してくださいよ、ほんとに。よし。20秒だね。行くぜ！おお、どうしたマリオ。荒ぶってるよ、マリオ。マリオが荒ぶっております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 。はい。はい。で、左行って、右に行くと。で、冷静冷静。ここは冷静に。ジャンプと。ジャンプと。まだあるか。結構あるな。この瞬間のために。よっしゃ。あと1個だね。猫マリオがマジで欲しいんだけど。猫マリオくれねえかな、ここら辺で。上行けばくれっかな。猫シャインを、あ、ここが集めた。あれは。あれ集めたっけ俺。まあいいや。怪物が現れた時、我を目覚めると。なんだ、なるほど。クッパのこと怪物言われちゃってる。かわいそうだね、ちょっと。クッパじゃない、任して。俺が、お父さん取り戻してあげるから。あ、クッパ来んの待てって話して。オッケーオッケーオッケー。どうした、ギガベル。おぉ、ギガベルって、そういうことで、でっかいベルってことあったんだね。これ鳴らせばいいのかな。おぉおぉおぉ、何この、激アツな展開。止まっちゃったよ。あ、始まりました。おおおおライオンじゃん、もうライオンだね。ここまで行くとライオンなのかな。おい、待ってこら、お前クッパジーナ置いて、ドゥルッドゥルドゥルッドゥルクラリアコパッチスペシャル、ネコパッチスペシャル、ネコパッチ、おい、やるよやるよって、やるよって、ダダッダーッ。おー、なになになに、え、やべ、食らっちゃったよ。食らっちゃったよ。でもこれ多分ヒットトップみたいで。食らえー、やべ、猫マリオ終わっちゃった。ちょっとあれないっすか、猫マリオ。猫マリオないっすか。猫マリオなくなっちゃったんすけど、もうちょっとなんか倒したかったな。もうちょっとなんか猫マリオで遊びたかったんだけど、ダッシュができないんだね。やべ、破壊光線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 。ヨーリオンって、ダッシュができないんだね。それがちょっと弱点かもしれないと言っても過言ではない。ちょっと今焦ってます。意外と強くて焦ってます。なんでダッシュできるんだよ。で、あれ GB ってでしょ、分かってるからバカ野郎、フー、俺の勝ちだ。イエスイエスイエス。何でもやったか明日までに考えておいてください。ほな、いただきまーす。あー、沈んでいっちゃった。マリオ。なんだよ、マリオその顔は。お父さんがあのくらいやられるとは思えない。やられたとは思えない。マリオ、その顔やめて。元の戻すにはもっともっと猫社員を集めてギャフンと言わせるんだ。そうだな。エルグが消えて、生きる島が増えたみたいだ。ほら、マップを見てみてくれよ。クッパジーナいいアドバイス。だから、マリオ、その顔やめろ。と、クッパジーナ伝えたいようだ。うわ、めっちゃあるやん。これ面白いね。やばい。普通に面白いわ。よし、とりあえず、あっち行こうかな。カーソル移動。あ、そういうことね。おっと、一つ言い忘れた。マップはいつでも使えるぞ。迷ったら、いや、言ってよ。マップは大事でしょ。と、クッパチュに伝えたいよ。クッパチュに喋れねえの？よし、じゃあ、今回、ここで終わりにしようかな。3D ワールドね、めちゃめちゃ面白いから、どんどんやるわ。バイバイ。